はい、どうもこんにちは。今回はで、Life is Strange True Colors 続きからやっていこうかなと思います。前回は、ほぼ進んでないんだけど、なんだっけな、兄さんが亡くなって、うるせえなお前ら、これできえんだわ。兄さんが亡くなって、ちょっと、あいつが嘘ついてるんじゃないか。なんだっけ、ナイツだっけ、ナイツ。あいつとナイツ、ナイツがあいつ。あのね、なんだっけな。あ、エレノアさんってこの人か。はいはいはい。前回の人なんだけど、エレノアさん。前回出てきた名前なんだけど。誰だっけな。名前は忘れちゃったな。男？マックか。マック。僕が嘘ついてるんじゃないかっていうところで、さあ、探そうとか、あとはアレックスと街の人との会話をっていうターンだったんだけど、前回はこのメモにあるハーブ屋によるっていうのと、街の探索で終わった。だから今日は、レコード屋でステフと会って花屋に向かうわ。まあ、花屋に向かう時間あるかな。見るもんなけりゃいけるけど。ちょっと事故があっただけで登山道全部閉鎖するなんて。せっかく来たんだ。せっかく来たのにか。どうか。そういえばステフに店に来いって言われた。そういえばだな。そういえばすぎるって。どこだっけ。あ、あれだ、レコード。あ、なんか。そういえばステフに店に来いって言われたな。すごい話つながってたから気づかなかったけど、あれか。はいはいはい。なんかいるよ、なんか目の前に。変な人いるけど。大丈夫これ。何見てんの。何お前、感情を見せずに見ることもできない、お前は何なんだ。やっていこうか。ステフは割とでもなんか一回もう励まし合いみたいなの終わったからな、結構明るい話なんじゃないかな。あか、まあ明るくはないか。よーステフ、元気かい。元気かいステフ。ステフ、寄れって言ったんだからステフは店に。あれでも下級キャルぜ。意味な。意味な。意味なって好きだな。5分で戻るよ。それか10分、15分かも。わかる。ちょっとわかる。兄さんからギターもらったし、また弾こう。まあまあ、ある種、形見だよな。ある種。あ、でも、あ、バーるきり。このこと、お前バルキリーって言うんだ。どこでお前バルキリーって分かったの、アレックス。こいつ別に私バルキリーで、バルキリーだにゃんとか言ってなかったよ。どこで分かったの。ステフ、元気。ステフがいてくれてよかった。ステフ、入っていい、ステフ。コンコンコン。あら、いい笑顔。来てくれてよかった。うん。ちょっと待ってて。ちょっと待つよ。ちょっとな。ちょっとだな。E さんと話した。話した。さっき声はかけたんだけど、ダメだった。あの日の夜からずっと塞ぎ込んでるみたいだから、うん、できることがないか考えててさ、うん、思いついたことあるんだ。ラープやらない？今？兄さんとやるって言ってたやつ？うん。それであの子を主人公にしてさ。結構しんどくない？まあ、子供って割とそういうなんかすぐ気持ちの切り替えできるとこあるけど、どうか、どうかな、うまくいくかなが正直本音なんだけど。ちょっとノリ悪いけど、うまくいくかながめちゃくちゃ本音です。わあ、でもな、アレックスめちゃくちゃ笑ってるしな、それいいねって言っちゃうか。俺は正直うまくいくかながやっぱ先に来ちゃったけど、なんかちょっと、なんか、あれやな、ノリ悪くなっちゃうよね、この流れ。それいいね。でしょ、よかった。まあそれで相談したいことがあってさ。はい。Eさんの漫画は2巻まで読んだ。じゃあこれ見て。うわ、うま。立ちはだかるラスボスとしてふさわしいのはどっちだろう。なるほどね。これもあるかな、ふわーんってんのかな、ふわーんって選択肢として当てるか。あ、出ないんだ、そこは。ストームライザー。いや、これはむずいよ。真ん中のステフでもいいけどね。ラスボス。要するにあれでしょ、だから右はさ、なんか、どっちかっていうと過去秘めてる感じでしょ。昔はヒーローだったとかさ、実は仲間のパターンじゃない、あの感じ。クラビウスは。
で、ストームライザーはザボス、ザ悪者でしょ。で、どっちがいいかな。ステフ見ないでこっち。めっちゃ考えてんだけど。どっちがいいかな。ただクラビスってね、結構難しいんだよね。敵感がちょっと薄いから、結構ちゃんと入り込めないと、作りづらいというかテンション上がらない可能性はあるよね。ストームライザーであれば、やっぱ悪者感すごい出るから、やりやすいと思うんだよな。ストームライザーかな。クラビスもいいけどね。そのアフターストーリーとかすごい良さそう、クラビスは。クラビウスは。だ、実はストームライザーがマスクを取ったらってパターンもあるからな。ストームライザーがラスボスっぽいね。そうね。こっちで行こう。オッケー。ああ。あ、もう行かなくちゃ。あそこのノートだけどさ。ああ、あれか。アイデアまとめてあるから、見てみて。はい。わかった。ちょっとあれ良かったかな、クラビウスの良かったかな。お送りしたのはフォンタップのニューシングル。お仕事中か。インザルーム。まだまだ最高のインディーズロックをかけていくよ。お、お知らせあるぞ。お知らせ。タイフォン主催の春祭りか。入場無料だから友達。山崎春の晩祭りか。元カレや元カノでもいい。ステフめ。いつの間にか私にも役がついてるじゃん。アレックスキャラクター設定を決めて。人種人だって。ハーフエルフ。ディストーションフィールドかヒーリングセレナーデ。レベル1セイノアとの出会いは。あ、じゃあ俺パーティーなんだ。よし乗った。まずは名前から。俺が決めんの？アルウィン、アルト。これさ、ハーフエルフって、あれじゃないよな。アルウィンって言ってなかったっけ、あの漫画のやつ。違うっけ。漫画でアルウィンって言ってなかったっけな。気のせいか。あれ、銀融詩人かな。漫画だったらアルウィン、違うか、思い過ごしか。どっちだこれ。同じじゃないといけないのかな。それとも同じだからダメなのかな。他、四角と丸は絶対出てないんだけど、アルウィンってなんか聞いたことあるんだよな。行ってみるか。漫画にも出てきたアルウィンがいいかな。ああ、やっぱそうだよな。次は能力か。ディストーションフィールドも面白い、うん、でもヒーリングセレナーでも役に立ちそう。いやー、まあヒーリングセレナーではな、回復系か。でも漫画に出てきたアルウィンが俺なのかどうかわかんないからな。そもそもでも監督からしたらさ、ちょっと違うって言われるかもしんないしさ。イーサン監督にしてみれば。まあ、確かハープのやつがアルウィンだと思うけどな。あいつだとしたらヒーリングセレナーだけど、回復要因に回るべきかもしんないな。ただやっぱでもディストーションフィールドかっこいいな。こっちもなんかサポート系の可能性あるからな。やっぱ攻めにも転じられる。ディストーションフィールドだな。そうだな。性能との出会いか。ドラマチックなエピソード面白い。いやー、まあ、面白い。でもドラマチックなのって何個もあったら重いからな。結局そのパーティー的なこと考えたら、やっぱ面白いエピソードのやつが何人かいないと、話数的にちょっとな、重くなっちゃうから。面白いエピソード背負うか、俺が。いい感じに書けたけど、ちょっとやりすぎたかな。めっちゃ書いてんじゃん。まあいいか。めっちゃしっかり書いてるストーリー。ラープ、うまくいきそう。オッケーオッケーオッケー。行こうか。泣いてたね、バルキリーが。俺たちのバルキリーが今泣いてたね。よし、じゃあ花に行こうか。早速。じゃあな、ステフ。また会おう。そうだ、やっぱステフは前回、前々回かな。前々前回かな。わかんないけど、
あのやりとりがあったからな、部屋で。お互いの悲しみを分かち合うみたいな回があったから、やっぱ、よかったね、ちょっと明るい感じで。お互い立ち直ってるというかさ、ちょっと前向けてる感じもあって。で、花屋に向かうわけだけど、花屋にいた。マックを探しに、花屋に行こう。あ、でも、そっか、花屋だからエレノアさんもいるのか。あ。はい、ちょっと見てくれたんだよ。マジでありがとう。出たばっかよ、俺。いるのかい、そこにステフちゃん。出たばっかだぜ、今、俺。早すぎるって。見てただろ、俺が書くまで。俺が書いて出るまで見てた、見てただろ。まあ、いっか、行こうか、花屋。あ、花屋ここか。あ、ここか。じゃあ行こうか。ないよね、別にやること。行こうか。エレノアさんか。一番最初に会った人だな、確か。まあ、兄さんのことを、なんて言うんだろうな、気に留めてくれてたような人だったからな、ちょっと。あの人も悲しんでんのかな、やっぱ。あ、来た。騒動なかった。集中してる。あの。ごめんなさい。めっちゃ集中してるお前。こちらこそごめんなさい。何のための店のカランコロンやね。元気そうね。つけてる意味ないだろ、扉にカランコロン。それはその、ごめん、ちょっと聞いてなかった。ツッコミで聞いてなかった。でもなんかアレックスの反応がやっぱあれだよな。元気そうねと思われたことちょっとあれなのか。いやでもいろいろ大変なんですよ。ええ、まあいろいろ大変ですけど。まあ焦らないで、来たばかりなんだから。なんかエレノアさんあれだな、全然だな。マックいますか？さっきまでここにいたからまだ近くにいるはずよ。え？多分だけどね。さ、どうも。怖い。なんかエレノアさん、私は。え？何？すごいオーラ。このまま放ってはおけないな。何？私は、って何？そのなんか二重人格的な？そういう。まだ悪者オムのままだ。どんだ。悪者オムね。ノームベル平和賞ね。何？いえ、兄さんの冗談を思い出しちゃって。あの子は冗談ばかりよね。お前その状態で話しかけてくるんだ。ビビったわ。じゃ見てみようか、このラスボスを。とんでもない何かを抱えてるからな。ノーム人形。あれ？ここにもいる。あと、これもあるぞ、なんか。ロボットコンテスト。何なのよ。あんたも私のこと、笑いに来たわけ？違うよ。君が作ったロボットコンテストで優勝しただろう。だから。優勝じゃなくて、3位よ。なんか。それに、あの子は正確にはロボットじゃなくて。あ、もう、話すつもりなかったのに。ライリーちゃん、それはお前理系の大会にいたらもう。あんなバカどもの言うことを気にする必要ないよ。君はすごい。音量でけえ。てか、その、作ったロボットを見せてくれないかな。ここの音量でけえな。だけど。マーク変わっちまったんだな、お前。昔はいいやつだったのか。いいとこあるじゃん。聞きたくなかったな。な。まあ、それお前理系男子の中にいたらもうクソ美人だろ、あんなもん。見てみようか、じゃあ。とんでもないオーラを秘めた。この人、これ、ちょっとなんか俺がな、録画してるからいいのかな、なんか。ところどころカクつくな今回。さっきのバグといい。あ、
これはなんかあらかじめ出てるときはあれなんだな。押したら逆に消えるわ。なるほど。じゃあ普通にバツ押しますね。何か変えてんだ。我慢してるってことか。あ、この人の世界に来た。よし、なんで怯えてるのか調べて。やべえ、ここから時間長くなっちゃうパターンだ。でもレジスターが光るってことはなんか利益的なあれなのか。記憶がどんどん薄れてく。私壊れてしまったの。ああ、なるほど。し、やっぱなんか反応的にもそんな感じするなと思ったけど、あれか、シンプルに加齢による認知症ってやつか。エレノアさんもしかしてやたら元気だなと思ったら、そういうこともあん、そういうことでもあんのか。あ、なんかあれかな、俺ちょっとこれツッコミでさ見逃したけどさ、あれなのかな、俺のこと、俺の名前呼んでなかったりとかした、もしかして。お医者様はまだ大丈夫だって。でもどんどんひどくなってきてる。私はきっともう、なんか後ろにお姉さんの声もするけど、いや、そういうことか。そう、まあそれ気づけたな、あの反応。確かにそうだな、私はみたいな、あの反応、あたかも記憶がないような。なんとかしてあげたい。いやー、なるほど。だからこの思い出してる思い出せなかったりのこのラインなんだ。いや、きちいだろ、こういう職業は。記憶があれだと。もしライリーに知られたら。ライリーのことだから。それだけは。ああ。絶対にだ。嫌な演出。嫌な演出。いや、こうなるんだろうな。認知症って多分こうなるんだよな、多分な。まあ、表現変えたら。まあ、世界なんかも写真見ても誰かわかんないんだろうけどさ、リアルであっても。まあ、表現的にはこうだよな。顔だけ塗りつぶされて思い出せない。ありがとう。すぐに用意するわ。小切手は帰ってきた時でいいからね。え？なんか変わったよ、電話。めちゃくちゃになってる。あ、その一個先もあるんだ。この子は一体誰なの？あ、もう一個先もあんの？言えよ。この子は一体誰なの？あ、だから壊れていく、壊れていく様を見届けると俺に。そんな残忍なことします？そうだ、これ思ったより怖い説あんだよな、今回。結構あの、ライフ、初期ライフイズストレンジの最後の方を彷彿とさせる、ホラー展開があるかもしんない。私、壊れてしまったの。2の時なかったからな、こういう、ホラー演出は。お医者様はまだ大丈夫だって。え、何があんの？ああ、これか。私が病気だと知られたらお店は続けられない。いや、まあそうだよな。ええ、ああ、この世界が、この世界が侵食されてるよ、アレックス。ああ、アレックス。こんな、ちょっと序盤じゃないよ。いや、ホラー展開欲しいなと思ったけど、こんな序盤じゃねえよ。どうした、ライフ・イズ・ストレンジ。それはそれでどうした。いや、2の時はさ、1みたいなホラー展開あったらなーとか思ってたけどさ、思ったりもしたけど、こんな序盤から来たら、ホラーやって。そっか、エレノアさんが恐れているのは、そのうち何もかも忘れてしまうことだ。何かしてあげられないかな。それはもう現代医学のあれじゃない？現代医学の課題だって。それは認知症に対する何かって、アレックスが背負えるもんじゃないって。あ、
だからこれで見てきたから助けるができるってことか。これ変わんないよね。お医者様はまだ大丈夫だって。じゃあ助けていいんだな。アレックスどうやって助けんの。だからさ、今まで2周目あったから、これも2周目見てみようか。私が病気だと知られたら。ああ普通だった。エレノアさん、少し話でも聞きましょうか。年を取るってのは恐ろしいことです。私からでも何かけんの。何をかけれるの。アレックスは何を助けることができるんだ。勉強しよう。大丈夫ですか。何しようとしてたかど忘れしちゃって。ならこうしましょう。え、あーなるほどね。え、これあ、ライリーいいんじゃない。どうすか。ラ多分これあれなんだよな。でも前回のなんとかちゃん、ステフか、ステフの時もなんか選択肢何個かあって結局選べんのは1個だったんだよ。テーブルサッカーでいいやつって押したけど結局テーブルサッカーでパッと終わったから、わかんない、失敗したらもしかしたらもう一回選べるのかもしんないけど、だからこの選択肢はいつものこの4つ並ぶやつと違って多分ね、何回も選べるやつじゃないんじゃないかっていう予想で一番いい選択肢選ぶわ。多分ライリーだと思うんだよな。あそこでだってライリーの顔を忘れてしまったらどうしようみたいなさ、下りもあったわけよ。ってことはライリーだと思うんだよな。ライリーに聞いたことでやっぱ悩みを打ち明けて、やっぱいい、まあ、親子関係なのか、おばあちゃんと言ってたから、なんて関係だ。ソマゴ関係かな。ライリーだと思うわ。ライリーに聞いてみたら。ダメよ、迷惑になるし。あの子忙しいからね。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あ、一番の選択肢だと思ったら違った。違った、選べるわ。失敗したら何個も選べるやつだ。だ、まあ、マジでその、そういう、なんて言うんだろうな、認知症の治療というか、リハビリ的なとこで言えば、やっぱ順番に思い出すじゃない、やっぱり。忙しすぎて、頭が疲れちゃったのかも。一つずつ思い出してみましょう。地雷かな。でも付き合わせたりしたら。あ、でも地雷じゃなさそう。地雷かな。ねえ、力になりたいの。アレックス、あら、あら、まあ、さて、出勤して最初にやることは何だろう。タイプカードかな。どうなんだろう。まず挨拶から、まず挨拶からじゃない、エルノアさん。これ俺が選ぶの。まあ入り口付近でしょ。まあそら、なんかおかしい。あ、何ここもバグってんの、もしかして。やば、あ、バグってる。エレノアさんバグってるって。ユリリになってる、ユリリ。あ、だから、でもさ、オープンは最後だか。最後か、普通に考えたら。準備し終わってから、さあオープンですよ、です。だよな、普通。だからまず一旦レジスターじゃない。レジは使いませんでした。お会計じゃない。お会計したか。お会計じゃない、アレックスって。どうだったかしらね。お会計じゃないだろ、アレックス。お会計ではないわ。バカ。あるだろう、準備が。バイトしたことあんのか、お前。これ、いつ作りました？ああ、もうエレノアさん。思い出すわ。ごめんって。いや、力になりたいです。ごめんって、これスコアめっちゃ低いやん。やっぱプレート？
まずプレートを反対にしたんじゃ。確かにここに来たら最初にそれをやるわ。それから郵便物を見て。準備できる、準備できてから開けるもんじゃねえの。その時何かあったんだわ。やっぱ、考えすぎちゃダメだな。よし。あ、変わった。この調子。郵便物が届いたと。あ、はい、任せろ任せろ。行くぜ。郵便物が届いた。その時何かがあったんだわ。あったんだわね。どこあったんだわは。まあ、部屋まで行くのかな。部屋なんかあんのかな。こちら。ライリー2番目ではないだろうな。電話とかどう。電話。電話がかかってきたとか。お、いいね。そうだ、朝一番に電話があったのよ。でも結構来てんな、エレノアさん。大丈夫か、お前。点灯。何か見れば思い出すかも。点灯立っちゃまずいかも、エレノアさん。点灯立つのはまずいんじゃない、エレノアさん。なんだか、なんだったかしら。まあ、なんだったかしらとくればユリリじゃない。あ、これがマックじゃない。てか。あ、これがマックだ。これ、いつ作りました？違う違う。アレックス違うって。覚えてないの？取り置きの入りをさ、取ってくるとかそういうことかと思ったんだって、アレックス。ライリー？ライリー？ライリーでもいいのかな。もしかしてライリーとか。ああ、そうだったわ。ああ、そうなんだ。確かめっちゃシンプルだな。注文があるって。でもあれは何だったかしら。結構来てるって、エレノアさん。結構まずいよ。ライリーに言った方がいいって。結構まずいって。商売する上では結構まずいって。マジレス申し訳ないけど、ユリリでしょ。じゃあユリリだって。さすがに。あ、変わった。急ぎか。ライリーが電話したやつだな。本当だ。注文を受けたのはこのユリじゃないですか。そうだわ、これはライリーが準備を手伝ってくれたの。あとはこれを注文した人ですね。え？あとレジスターしかないよな。まあレタジスとも呼ぶんだけど、レタジスじゃ。小切手ってレジの中ですよね。ああ、なるほどね。開けてみていいですか？賢い。どうぞ。マックじゃねえの？ビンゴ、注文マスターからかい。ジェデダイヤルーガン。ジェドか。ジェドかね。はいはい。そうだったわ。いやいや。がジェドからの注文だって。あ、でも世界が戻ってきた。よかったよかった。思い出せましたね。エレナさん、処方の処方だって。あなたのおかげだわ。一取引でこれだったらまずいって。でも変ね。イベント用なのはわかるけど、どうしてユリなのかしら。普通はお葬式に使うお花よ。おいおい、嘘、忘れてるんだ。リーさんが、え、ここで来んの。いや、ここで来んのかよ。いる。いや、すごい大事なことだけどさ、ここかい。めっちゃキラーパスだな。いやー、渋いね。この選択肢つくの渋いな。ここが何か起こる。まあな、まあ大事なことなんだけど、結構でかいことではあるけど、今の感じでこれ作るか。渋いな。難しすぎるな。いやー、思い出させる。
まあ、どっちを取るかだよな。でもね、一応だからこれまで今日やることを思い出してきたってことを考えたら、まあそれは言ったら、ひいてはエレノアさんのためだからさ、エレノアさんのまあ記憶を、エレノアさん自身は忘れたくないと思ってるわけよ。そうだから、さっきの昨日の注文を思い出させてあげるみたいなくだりがあったわけよ。その思い出すっていうことに重きを置くんだったら、たとえ人の死であっても思い出させるべきだと思うんだよ。言ってもそうなんだよ、死んだってことがな、ちょっとな、やっぱまあね、願うことならばね、思い出したくないことでもあるからな。いやでもそうなのかな、でもゲイブって、いやでもそうだな、ちょっとダメだわ。あのパート1で最初にエレノアさんに会った時のやっぱゲイブとのやりとり見てたら、ちょっとやっぱゲイブのことを忘れるってのは、確かにこれからね、どんどん加齢が進んでね、症状が重くなって結果的に忘れちゃうってのは、まあどうしようもないことなんだけど、やっぱ今この場ではさ、やっぱちょっとやっぱゲイブのお母さん的なね、立場でもあったわけだからな、ちょっとな、黙っておくってのもまあ結構大人な気するけどな、それはそれで。まあそれを良しとするかは別として。でも俺はちょっとな、いい方に転ぶことを信じて、ゲイブが死んじゃったんだって悲しみ打ちひしがれてなんか発狂するとかなければやっぱこっちで行きたいな、やっぱり。エレノアさんもやっぱ、ね、忘れたくないって思いがあってる、と信じて。ちょっとショッキングだけど、頼むよアレックス。あれは兄さんのために。ゲイブのために？そうだ、ゲイブ、私忘れて、ごめん、ショッキングなの分かってた。ショッキングなの分かってたけど。アレックス、私、本当にごめんなさい。分かってたけど。失礼するわね。まあ、そうなっちゃうよね。ゲイブのことすら忘れてしまうなんてっていう風にも転がっちゃうとは思ったけど。なんか悪いことしたね。後味悪い。だけど嘘はつきたくないし。ゲイブ、ごめんなさい。私あんなことまで忘れるなんて。エレノアさん、ごめんなさい。ごめんなさいって。違うんだって。だって思い出したいみたいな感じだったじゃん。忘れるのなんか嫌よって言ってたじゃん、エレノアさん。すごく傷つけちゃったけど、嘘だけはつきたくなかった。わかるよ。わかる。傷つけちゃうなと思ったけど、思ったよりちゃんと傷ついちゃった。思ったより傷ついちゃったよ、エレノアさん。病院からか。ごめんって。でもそう、やっぱそうなんだよ。ゲームのことをでも忘れてほしくなかったって思いもあったんだよな、やっぱ。パート1を見ると。やっぱり、まああれこそ本当に親子みたいな関係でもあったからさ、ちょっとやっぱね、悪いことはしちゃったかもしんないけど、いやでもな、黙っておくってのも、黙っておくってどういうことかっつったらさ、結局その認知症的な観点で言えばさ、ためにならないわけよ。まかない種は生えない、だったっけ。いや、ちょっと後味悪いけど、俺はこれでよかったと思うしかないなぁ。すまんな、エレノア。また会おう。いや、重いなぁ。てか、それよりもなんか、もうホラー展開来るんだってなっちゃったな。最初の Life is Strange Max が主人公の終盤に出てきた演出に近いものあったもんな。確かに2はその点物足りなかったけどさ。こんな序盤で来られると、この先すごい重くなるんじゃないかって思っちゃうわ。
全部にホラー展開あるんじゃないかって。マックはこの辺にいるってエレノアさんは言ってたけど、はい、見当たらないな。橋の方も探してみよう、うん、ああ、じゃあ橋の方に行くってことね。オッケーオッケーオッケー。とかライリー、ちょライリー、エレノアさんがまずいんだって。そっちの話したいんだけど、ライリー。話ができてよかった。違う違う違う、私もじゃなくて、まずいんだって、エレノアさんが。思い詰めてるよ。助けになってあげてくれ。あとシンプルに普通に商売ごとに合う結構きちいからな。橋の方から曲がっていけるっていう風に。そっか、橋の手前だもんな。ちょ、橋なんて そこだけ見たいんだな。あ、結構行ってるな。まあ、次回やるか。エルのアパート結構しっかりあったし。はい、じゃあ行こうるわ。はい、じゃあ、あ出した。